はい、皆さん、こんにちは。阿部の製麺です。今日はね、3品作りますね。溶け込むカレー、焼きそば、お雑煮。まあ、どれもね、まあ、材料は共通しているところもあるし、お雑煮を。まだ鮮度は落ちてないようですね。はい、それでは始めましょうか。そうだな、お湯が冷めちゃわないうちにお雑煮からいきますか。お雑煮、お雑煮、鶏肉、しめじ、にんにく、長ネギ、人参も少し入れる。あ、これか。これ。
具はないですね。これいつもね、1本入れちゃうんだけどね、多すぎるような気がしますね。昆布だし。今回は半分入れますね。なんかね、出汁が多すぎるとね、ちょっと味がおかしくなるよね。あ、これだ。お餅。お雑煮の出来上がりです。なかなか終わらないよね、これ。
これで焼きそばも完成です。じゃあね、お雑煮と焼きそばで、まあ、ちょっといただきましょうか。はい、それではね、よそいますね。焼きそばから。いつものお丼。うん。こんな感じですね。お餅は一つです。はい。じゃあね、お雑煮からね。しめじ、人参、鶏肉、長ネギ、まあ大丈夫でしょう。ニンニク、お餅です。次はどうでしょう。だしを半分にしたんでちょうどよくなりました。やっぱり一本じゃ多かったんだね。じゃあお好みソース焼きそば。ハムとキャベツとしめじ、にんにく、今回もね、なかなか美味しくできました。ここはですよ。はい、ご視聴ありがとうございました。